あの人の現在。川口京吾の現在。名曲桜で一躍有名になったシンガーソングライターの川口京吾さん。この曲は数々のアーティストにカバーされ、多くの世代に支持されています。しかし、桜ソングを歌ったアーティストの中でも最も一発屋のイメージが強い川口京吾さんの現在とは。川口京吾さんは2003年、自分が作詞作曲した桜で大ブレイク。当時は仕事のオファーが殺到し、まさに桜が満開状態の日々を送っていたそうです。しかし、それから約12年もの間全く売れず、最新シングルはオリコン圏外。3年間も音楽番組にも呼ばれない状況だったようです。そんな川口京吾さんは現在何をされているのでしょうか。春は桜ソングが大量に売り出される季節。桜に乗っかって一発屋で終わるアーティストも多いよう。しかし、大ヒットを飛ばせば細々と活動を続けることはできるとのこと。そして、桜ソングを歌ったアーティストの中でも最も一発屋のイメージが強いのが川口京吾さんのようです。そんな川口京吾さんは現在でも公式ブログを精力的に更新し、新曲をリリースして歌手として活動しているそうです。しかし、相変わらずテレビやメディアなどで見かけることはほぼありません。一時期のような派手な活動はなく、現在は地方のバーやカフェを回って小さなライブを開いているようです。桜がヒットしたことで1600万円ほどの印税を手に入れたそうですが、現在の年収は300万円ほどと言われています。このようなことから、たった一つでもヒット曲があることはアーティストにとって強みとなるようですね。